い、高木真理子さん、甘いものが大好きという方です。で、後でね、いろんな地元の甘いものなどもご紹介したいと思います。さあ、私もですね、何度か高木さんの口笛を聞いたことがあるのですが、圧巻ですね。あまり詳しいことを言ってしまうとね、皆さんこれからお聞きになるんで、ぜひ本当に耳を澄まして聞いていただきたい素敵な音色が響くと思います。